一人暮らし男性諸君、おはようございます。すすきの YouTuber、たま様です。はい、今回はね、お掃除的なやつをやろうと思います。風呂カビ、今回はね、これをきれいにしたいと思います。名前は聞いたことあるけど使ったことないっていう人多いかもしれないですけど、まず重曹、はい、こちら重曹と、あとちょっとね、自分ちでこうね、使わなくなったお酢、はい、こちらを使ってきれいにしたいと思います。はい、ではまずね、こちらに霧吹き用意しました。これね、水とお酢を1対1で割ってるやつなんですけど、これを使うと結構簡単にできます。はい、じゃあちょっと風呂場の方見てみましょう。はい、それではね、一人暮らし男性の入浴場に侵入したいと思います。女性視聴者の皆様、引かないでね。では突入します。ででん、うわい、おー、すごい、カビカビカビって感じですね。おー、すごい、浴槽も、はいはい、今からこのヤバい浴室を掃除していきたいと思います。よし、じゃあこれでね、霧吹きでまずはお酢と水を割ったものをかけていきます。重曹かけてみます。ちょっと固まってますね。そっと、ちょっと聞いてるのか分かんないけど、直接酢をかけます。わかります？ジューみたいな、こういう化学反応が起きますね。広範囲だから大変だ、これ。これちょっとね、時間放置したいと思います。はい、というわけでね、ほぼ丸1日置きました。これからね、こすってみたいと思います。こういうとこね、こう、とこも、うん、これ、ね、浴槽の方もこういう、こういうとこすると嘘だからな。これはもうスルッといけますね。はい、というわけでね、磨いてみました。ちょっと結果だけ、まあ、報告します。はい、でね、浴槽がこういう感じになりました。はい、大体取れてますね。赤い感じのやつはもうほとんどないです。で、こちら、はい、こういう感じで、ドアが、こういう感じですね。すりガラス、まあ、ちょっと細かいことを言うと、こういうちょっと頑固なとこね、残ってるんですけど、はい、こういうちょっと隙間のね、ところが残っちゃってますね。これは多分本当に科学的なやつじゃないと取れないかもしれないですね、このカビ。はい、頑固なね、超頑固なカビはね、取れないかもしれないです。一応スポンジのね、硬い方でこすったのと、あとたわしみたいなのをね、やってみましたけど、大体こんな感じですね。はい、はい、というわけでいかがだったでしょうか。ね、重曹と酢使うとね、このぐらいは取れます。はい、やっぱり日々ね、ちゃんとこまめに掃除するのが一番だと思うので、これからはちゃんとこまめにやりたいと思います。はい、以上、すすきの YouTuber、たま様でした。雪見りの中から